え？あれ？どこりこ。どうも、ハナキンカップルね。どうも、ハナキンカップルでーす。前回の動画は、ちょっとゆるゆるだったんですけど、今回もちろんゆるゆるです。今回ひどいな。企画が決まってないです。後で動画見返して、題名決めます。今からすることは、キャンプっていうかな。うん、せやな。そう。まあ、キャンプ。プチキャンプっていうか、なんかまあ、食材買って、ちょっといろいろ、キャンプっぽいことを、もうめっちゃ簡易的な感じで、やっていこうかな、みたいな。いや、感じです。バーベキューやん。せやな、バーベキューやな。めっちゃええ感じの、バーベキューの機材持ってきたんで。そう。機材とか全部、借りてきて、今から、やっていきたいと思います。ご飯な。前スーパーなんで、まあ、好きなもん買って、焼いて、そう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 、いっぱい食べていきたいと思います。じゃあ買ってこか。ゆるいな、ゆるいわ。題名考えなあかんのだる。だる。じゃあ行ってきます。バイバイ。はいはい、買ってきました。アホほど買った。おもろくなりそうな予感がしますね。何人家族なんてくらい買いました。絶対食べ残さんようにしような。うん、めっちゃ楽しみちゃう。うん、何が一番好きやろ俺。何の話やねん。何の話。お前出てこんかったな。何が。まあとりあえず今から場所向かって行こうか。パパッと準備していきたいと思います。めっちゃ楽しみ。じゃあ入れてきまーす。行ってきまーす。バイバーイ。着きました。着きました。一枚は。え？そう、なんか、うん、そこです。そうです。いや、ここでちょっと。夜ご飯やっていきたいんですけど、今、時間何時やろ？ 6 時過ぎとか？ちゃうって、もう7時前。あ、7時前。だけど、8時から大雨が降るみたいで。そのパパッと終わらせます。今ちょっといろいろセッティングしてるんですけど、ちょっとカメラ置いて、ちょっともう早送りやなこれな、うん、多分いい感じで。じゃあやっていきたいと思います。頑張ります。オッケー。よし、もう時間との戦いなんでね。マジで暗なってきた。担当、役割担当といえば、に分けるっていうのは、リコは野菜とか切っていく担当で、俺はとりあえず適当に焼く。野菜はでも椎茸しかない。もやしもある。椎茸洗う。え、どこで洗う。めっちゃ皮綺麗ねんな。めっちゃ綺麗。昼とかに来たかったな。いや、ほんまによ。ほんまにさ、これ俺ら初心者やからさ、どうなるか分からんけど、楽しい。今楽しいよな。めっちゃ楽しい。バター入れて焼いてます。で、まず一品。もっとやろう。もっといる。うん、ムニエルやで。だって一品目はムニエルです。こんな入れたで、入れすぎ。ありゃ。めっちゃバター入れて。ちょ、待って、そんなバター入れる人初めて。知らんもん。だってめっちゃ入れるって言ったからさ。よし、終わった。終わった。ナイス。やばい、暗くなってきた。見えてる。これ見えてんのかな。このライトあってよかった。感じの機能皿。このな、両親がな、めっちゃキャンプ好きやねんな。そうそうそう。で、全部借りてきて、とりあえずやってます。全部教えてもらいました。肉。
高カロリーです、これは本当に。またバタバタしました。またバタ渡したん。やばい、暗いぞ。え、でもさ、見えてんのちゃう、これ。見えてる。こっちの、何、リコラの視界の方が暗いよな。リコ、お酒作ったか。いいんすか。どうどう、いい感じ。まだもうちょいかな。一品目、完成しました。ただ、もやしバター。ただのもやしバター炒め。おいしそう。おいしそう、おいしそう。肉焼く、次。肉いこう。メインディッシュ。これやばない、見て。えぐい。おっと、やばい。いいね。じゃあ、乾杯しましょうか。横でこれ焼く。焼こう。さあ、何。いや、もう酒ですよ。ないないない、祭りか。祭りか、いただきます。まあ、僕はまだ車があるんで飲めないんですけど、彼女はもう勝手に飲んでます。いただきます。お茶うまやばいこと判明した。肉の焼け具合わからん。おお、めっちゃ美味しそう。マジで似合ってる。ワイルド、ワイルドです。こんな感じですね。これムニエルのもやし炒め。食べるらしいです。いただきます。できてなかったあれは毒味や。めっちゃうまい。おいしい？じゃあこれ食べてみ。うおー。やばない？めっちゃおいしい。やば。うますぎた。マジで。最高、めっちゃ暗いけど。こういうワイルドなこともできるのはいいな、リコ。そういうの嫌そうに見られそうやけどな。めっちゃアウトドアなんですよ、この人。おい、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 熱っ。なんかマジで楽しない。バリ楽しい。なんかこの自分らで作るんが好きやないな、俺らな。うん、なんかホテルとかもな、全然泊まるけど、うん、好きやけど、なんかやっぱこういうのって思い出になって楽しいな。なんかみんなさ、旅行企画してくださいみたいなさ、うん、言ってくれとったけどさ、これが正解かわからんよな。ほんまそれな、絶対求めてるのとは違う。みんなが望んでる旅行企画ではないと思う。車中泊やで。マジで俺らのしたいことをただしてるだけやねんな。ほんまにな。めっちゃうまそうやん。サイコロステーキ。めっちゃ美味しそう。完成しました。今床、床っていうか地面で肉焼いてます。間に合わなかったね、肉たちは。残りはあっち見えへんところで。椎茸どうするん。後で考えよう。後で考える。熱っ、これ近いし。ソースも変えました。よし、手とかもすごい。もうバーってかける。うん、かけようかけよう。うーふー、よし。見えてんのかは分からんけど。では食べていきます。手合わせてください。じゃじゃじゃ、いただきます。はい、いただきます。うん、うまっ。うわ、おいつ。熱い。バリ痛かった。なに、うまっ。うまっ、熱い。ちょっと待って、めっちゃ熱い。やばいやばい、絶対やけど。
ワイルドすぎん？ちょ、ほんまにおもろすぎる。一生の思い出なる。よし、食べてる？どう？いただきます。激うま。お酒どう？激うま。これ結局企画何やろ。暗闇の中ご飯食べてみた。まあこんな感じで火がいつ落ちるかも分からず初心者がキャンプやるとこうなります。できた。多分さ、周りに虫めっちゃ寄ってきてんねやろな。虫も一緒に食ってる可能性大大。お風呂も楽しみなの。お風呂の話する？ん？いつ閉まるか分からんっていう。うまい。忘れた。まあ、こんなところでのんびりご飯食べてるんですけど、温泉もう閉まるねんな。温泉がもうすぐ閉まるっていう情報だけは手に入れてるんですけど、具体的には時間分からなくてちょっとやばい。じゃあ食べていきたいと思います。またバイバイ、後で。